冒険家の皆さん、こんにちは。このビデオでは、行動中心アプローチに関するよくある質問を大体20分ぐらいでですね、ご紹介してみたいと思います。はい、ただいまスライドが見えていますでしょうか。このスライドは、この bit.ly/jfmd20aoa アクションオリエンテッドアプローチですね。この、URL で、今見せている Google スライドを皆さんもご覧になることができます。はい、行動中心アプローチで一番大切なのは、それをするために必要な文法や語彙は何だろうかと考える、そういうアプローチです。で、そしてもちろんそれに必要な、それをするために必要な文法とか語彙を考えるわけですね。で、それをするというのがまさに行動です。何らかの行動をするために必要な文法や、語彙を教えます。で、これがみんなの日本語とか、文系シラバスとか、構造シラバスって言われてますね、みんなの日本語。そういう教科書では、まず文法があって、まあ、語彙とかですね。で、その文系とかを使う行動を考える、後から考えるわけですね。ですから順番が反対なわけです。はい、じゃあ行動中心アプローチのメリットとデメリットは何でしょうか。まあ、メリットはいろいろありますけど、やっぱり日本語で行動ができるようになるということです。それは当然ですよね。文系シラバスでは文系が分かるようになりますし、行動中心アプローチでは行動ができるようになるということです。で、その結果、まあ、何らかの行動ができる方がもちろん自信がつくわけですよね。学習者は自信がつきます。はい、文系知ってますっていうよりも何かの行動ができるっていう方が自信がつきやすいわけですね。それから境地は例文を考える必要がなくなります。どうしてかというと、行動中心アプローチでは何かをするっていう行動があるんですね。その行動には必ず場面があります。ですから、この場面でこういうことを言うっていう、そういう例文は最初からあるんです。ですので、後から、例文とか場面を考えるという必要がありません。それから文系練習とかをしなくてもよくなります。で、デメリットとしては、これはとても大きなデメリットなんですけど、文系シラバスに慣れた先生はですね、苦しいアンラーニングが必要になります。アンラーニングっていうのは一度、学んで身につけたことを、時には一部否定したり拒否したりして、それを乗り越えなければいけないということですね。過去の自分が間違っていたというふうに思わなければいけないこともあります。これはとても苦しい、プロセスになることが多いです。まあ、その意味でも新しく始めた先生にはとてもこのデメリットはないので、今若い先生は行動中心アプローチから始める方がとてもいいと思います。これとてもよく調べます、聞かれることなんですけど、文系シラバスでもできるかと言われますが、これは原則的にはできないと思っていいです。なんでかっていうと、その文系シラバスではその目標の文法とか文系があって、それができないと先に進むことができないわけですよね。でもそれを割り切ってしまってですね、例えば目標文型を使わなくても、その目標になっている行動ができれば合格というふうに、そこまで割り切ることができれば、文系シラバスの教科書でも行動中心アプローチを採用することができます。ただでもそこまで割り切ったら、もうそれは文系シラバスとは言わないですよね。だって文系使わなくても合格できるんですから。そしてそういうところでは文系シラバスの教科書を使う意味がないと思います。文法は教えないのか、これも本当によくある、質問ですが、まず体系的には教えない。これは確かですね。で、例えば体系的にってのはどういうことかっていうと、定型を動詞の第一グループから教えて、第二グループを教えて、第三グループを教えるとか、そういう感じの、こういう体系的には教えません。それから、中には、行動の中にはですね、文法が不要なもの、文法が必要ないという、そういう行動もたくさんあります。で、そういう時はもちろん文法は教えません。例えば、メニューを見て注文を決めるとか、レシートが間違ってないか確認するとか、あるいは到着したバスの行き先を確認するとかですね。そういうのは文じゃないですよね。一つ一つの単語が分かればできる、こういう行動ですから、そういうときは文法を教える必要はありません。しかし、文法が必要な行動という
のは必ず教えなければもちろんいけないわけですね。じゃあ どんな時に文法が必要なのかっていうと、例えば文、単語ではなくて文が必要な、しかもそれを書いたり話したりする算出系の行動の時ですね。でそれでもですね、場合によっては単語だけでも行動できます。例えば私、マイク・ミラー、アメリカ人、これでも、自己紹介できますよね。私、中身、日本人、これでも自己紹介できます。だけど、そういう文法になってないときは相手が、この人はこういうふうに言いたいんかなと考えなければいけません。つまり相手に負担をかけることになってしまいますね。ですから相手に負担をかけずにというと、そういうことはできなくなって、ちゃんとした文法が必要になってくるわけです。それからフォーマルな場でもそうですよね。私、村上、日本人、これではフォーマルな場で自己紹介することは、できたことになりません。ですから、こういうときは必ず文法が必要になります。あと、会話が中心なのかっていうのもよく言われますね。でもこれも全く違います。目標の行動が読み書きだけだったら、読み書きだけ教えればいいわけですね。はい、でもちろん会話しかしない人にとっては会話だけを教えるという、そういうパターンももちろんありますが、行動中心アプローチなら会話というわけではありません。そのニーズによるわけですね。はい、雑談を教えるのは無理というふうにこれもよく聞かれます。なんでかっていうと、この雑談っていうのは行動として非常に漠然としているからですね。しかし、行動中心アプローチでももちろん雑談を教えることはできます。なんでかというと、雑談というのはですね、主に以下の2つで成り立っているわけですね。1つは天気とかスポーツなどのさまざまなトピック、あと芸能人のゴシップとか、映画とかですね、テレビとかいろんなトピックがありますね。でそれプラス人間関係を、作る、育成して維持する、そういうのが雑談というものです。ですからそれぞれのトピックについての行動、これは質問だけでもいいんですよ。質問ね。それから共感を示すとか、こっちの2番の方ですね。人間関係を形成する行動ができれば雑談はできます。これちなみにですね、今月発売されたばかりの関係づくりの日本語会話、雑談を学ぼうという、そういう教科書の目次のところを見てみるととてもわかりやすいです。ですね。はい、下の方に、目次がここにありますね。これ目次、見えてますでしょうか。はい、こんなふうにですね、この目次は全てが行動になっています。共感を示すとか、話してもらうとか、共感するとか、話題にする、話す、聞く、話す、これみんな行動ですよね。行動であるということは、つまり、行動中心アプローチで解決できると、そういう意味になります。はい、試験はどうするのか、これもよく聞かれる質問ですが、行動中心アプローチの試験ではパフォーマンス評価、というのが多いですね。それは実際にそれができるかどうかをやってみせるということです。だけどやってみせるのは難しいものの場合は、成果物、実際にやったその成果、やってみた結果できたものを見せるというわけです。例えば宅急便の送り状を書くとかですね。そういうのは実際に書いた宅急便の送り状があれば、それで、この人はこれができるということが証明できるわけですね。はい、で大事なのはできるかどうかを問うということです。で知っているかどうかを問う必要はありません。はい、それからパフォーマンス評価の時とかも、この文型を使っていないから減点とかしてはいけませんね。なぜかというと、覚えてない文型を回避して、目標の行動を達成する能力という、そういうものも必要だからです。でこういうのはストラテジーとか攻略というふうに言われていますけど、こうしたいろいろこうした回避するような、ストラテジーを使って目標の行動を達成できれば、それも、いいわけです。でさっきのですね、それができるようになるために何を教えればいいかわからないっていうことも、これもよくある質問ですね。これもですね、目標の行動が漠然としすぎている、つまりはっきりしていない、具体的ではない、そういう時にこういう質問がよく
出てきますね。さっきの雑談の例で言ってみると、最初雑談することができるというのはとても漠然としています。具体的ではないです。ですからそのトピックに分けて、例えばじゃあ雑談の中の、映画について、質問することができるとかですね、相手が見た映画について質問することができるだったら少し具体的になってきますよね。でもこれでもまだ何を教えればいいかあまりはっきりしていません。でその時に相手が見た映画の、タイトルを質問する、あるいはジャンルを質問する、俳優を質問する、監督を質問する、制作面を質問する、こういうふうに、どん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 、具体的にしていけば十分に具体的になってきます。なのでそこまでいけば何を教えればいいか、明確になってきますよね。例えば昨日先週映画見に行ったんですよというふうに言われたら、なんていう映画を見たんですかというふうに聞いてもいいし、それで映画のタイトルをそこで教えてもらったら、あ、それアニメでしたっけとか、ラブコメでしたっけとか、アクションでしたっけとかですね、そういうふうにいろいろ質問できるし、それってハリソン・フォードが出てるやつですよねとか、あるいはフランシス・コップラ監督のやつでしたっけとかね、そういうふうにいろいろ雑談を進めていけばいいわけで、そういうことを、そういうふうに細かくしていけば何を教えればいいかはもうとっても分かりやすくなっていきますよね。はい、受験対策に使えるかっていうのもよく聞かれることですけど、これはですね、状況によります。行動中心アプローチはいろんな、とても多様なんですね。ですけど、中でも一般的な語彙とか文法をカバーしている行動中心アプローチの教科書があります。そういう丸ごととか彩りとかそういうやつですね。そういうのではむしろ文系シラバスよりも良いという可能性もあります。実際にそういう報告もいくつか出ていますね。でただこういう一般的なものではなくて自作コースの場合ですね、その場合は偏りがあることもあります。例えば会話しかしないようなコースの場合では当然読解力が不足してしまうので、受験対策には十分ではないと思いますね。それからもう一つ、試験にもいろんな試験があって、能力を評価しない試験というのもあります。例えばですね、次の手形のうち一つだけ用法の違うものはある、それはどれかとかですね、こういうのはその日本語が実際に使えるかどうかではなくて、日本語の文法を細かく勉強してそれを覚えているかどうかということですね。実はこういう問題に答えられなくても普通に手形を使うことは十分にできるわけですけど、それでもこういう能力を評価しない種類の試験の場合は、行動中心アプローチでは足りないこともありますね。はい、でもこの場合は試験が正直で悪いので、行動中心アプローチが悪いわけではありません。あとですね、みんなの日本語もオーディオリンガルなんですけど、でオーディオリンガルの方が、試験に有利なんではないですかという質問もよく聞きますが、それも違います。例えばここに書いてあるのは上智大学、の、人たちが書いたコミュニカティブな英語教育を考えるという本に出てくるんですけど、これに書いてあるのを読んでみましょうか。コミュニカティブな授業を受けてきた生徒が大学入試のセンター試験において、そうでない学校よりも高い点数を取っている、ということが、そういう調査結果が、文部科学省が2002年から2009年まで延べ169校で実施したスーパーイングリッシュランゲージハイスクールについて示されていますというふうに書いてあるわけですね。はい、だから試験に不利になるからオーディオリンガルの方がいいとかそういうことは全くありません。文系練習しないと定着しないんじゃないですかということもよく聞きますが、それも全然違います。はい、文系練習では、その場ではね、言える、特にその文系練習はできるようになります。文系練習をすると文系練習ができるようになります。だけど、それは定着しないんです。例えばですね、その場で試験すると、例えば次の日とかですね、で試験すると点数いいんですけど、それがですね、3ヶ月とか間を置いて同じ試験をしてみると全然、残っていないという、そういう、研究がいくつもあります。例えばこの辺とかですね、小柳薫さんの研究なんかが有名なんじゃないかと思います。はい、4技能のバランスが偏るんじゃないですかともよく言われます。4技能というのは読み書き、
それから聞き話すですね。はい。で、まあ端的に言うとそれが何かということですね。つまり、コースとして話す、話す必要しかない、読み書きをする必要がないっていう、そういう人に、話す練習、会話の練習とかしなかったら、もちろん読解力は伸びませんよね。その場合は4技能のバランスはもちろん偏ります。だけどそれ、まあ、答えとしてはここに書いてありますけど、やれるようにならなくていいことはやれるようにならなくていいんです。読み書きの必要のない人に読み書きを教える必要はありません。また会話の必要がない人に会話を教える必要もありません。その結果、4技能のバランスは偏りますけど、それで何か問題があるんでしょうか。はい、問題は何にもありません。はい、これはですね、A1 レベルでも可能形を使わないと不自然になってしまう場合、可能形を教えるべきか。まあ、これはこの可能形に限らずよく聞かれる質問ですね。はい、まあ、要するにちょっと上のレベルの文法を教えなければいけないときどうしますかっていうようなことですけど、それはその行動に必要な分だけを、まあ、簡単な説明とともに、決まり文句的に教えればいいと思います。はい、つまりですね、マス系から、まあ、辞書系から活用練習、辞書系から可能系に、変化させる、そういう練習もしなくていいと思いますね。で、それから体系的に全部動詞を教えなければいけないということも全くありません。で、特にその目標の行動に必要ない語彙というのはもう全く教える必要はないわけですね。例えば敵へのときとかにもよく出ますけど、第一グループの動詞で N で、語感が N で終わるのが死ぬしかないですよね。だから死んでとか、この可能形の場合で言うと死ねるとかですね。教えなければいけないと思っている人はいますけど、まあ、少なくとも行動中心アプローチの場合は全くその必要はありません。はい、これはですね、JFMD のオンデマンド教師、オンデマンド教師研修という、そういう、オンライン上の教師研修の、コンテンツの一つとなっております。これにご参加されなさる方はぜひこちらの、公式サイトをご覧ください。こちらにですね、JFMD オンデマンド教師研修というふうに書いてあって、いろんなコンテンツがこちらに並んでいます。はい、ここは今日ご紹介したのは2番目の、行動中心アプローチとはという、そういうものですね。はい、メニューがこんなにたくさんありますので、ご関心のある方はぜひこちらからお申し込みください。ここのお申し込みの、ページからお申し込みすることができます。はい、以上です。そして冒険は続きます。